皆さんこんにちは。理学療法士の石飛拓郎です。今日ご紹介する運動メニューはこのようにですね、高いところの窓やドアに対して手を肩の高さまで上げながら、しっかり肘も伸ばしながらドアをまたは窓を開け閉めするための運動メニューになります。はい、では今回こちら右手を動かしにくい方として実際にご説明していきます。まずはじめにこの運動の成果を実感するために必ず運動前の状態や動きを確認していきます。なぜかというと、この運動があなたの体に合っていたら、運動後に少しでも体が動きやすくなったり楽になる可能性がですねありますので、必ず運動前の状態や動きを確認していきます。そして今回ですね、初めにこちら動きにくい方からドアを開け閉めする時の運動を確認していきます。はい、ではまずこちらの動きにくい方からですね、ドアの開け閉めをするときですね、肩の高さまで手を上げて肘をしっかり伸ばしながらドアの開け閉めをする、運動前の動きを確認していきます。はい、ではこちら動きにくい方、肩の高さまで手を上げて、このときしっかり肘も伸ばす意識でですね、ドアを開け閉めしてみてください。こちら動きにくい方はどうでしょう。肩の高さまで手を上げてドアノブですね、このドアノブを掴もうとした時に肩から手首にかけてのこわばりや突っ張りが強くなって、そしてこちらです、脇が開いて肘もぐっと曲がってしまって、体を使わないとドアノブまで手を伸ばすことができない。そして手首もぐっと曲がってしまっているので、ドアノブを掴むこともなかなかできない。このような動きになっていないか、まず確認してみてください。はい、では次にこちらのですね、いい方の、動きを確認していきます。ではいい方、肩をですね、肩の高さまで手を上げて肘も伸ばしながらドアノブにこう手を合わせて掴んでいきます。そしてドアの開け閉めをしていきます。この時こちらいい方どうでしょう。動きにくい方は突っ張りやこわばりが強くなったり、こうです、肘がぐっと曲がってきたり手首もぐっと曲がってきていましたね。このようなこわばり突っ張りなく軽くですね、楽に、肩を上げることができて、でその状態ですね、手もしっかり緩んだ状態でドアの開け閉めね、スムーズにできていますね。これがいい方の動きになります。皆さんも確認してみてください。このように動きにくい方といい方の動きを比べてみると違いがはっきりと分かりましたね。今回確認したこちら動きにくい方の動きにくさがですね、この運動後に少しでも楽に動きやすくなっていたら、この運動の成果が出ているということなので覚えておいてください。はい、では先ほどじゃあ動きにくい方のですね、肩の高さまで手を上げてドアノブを開け閉めするですね、ドアを開け閉めする、動きにくさを確認しましたね。こうドアノブを掴もうとするときに肩や手首にかけてのこわばり突っ張りが強くなって、そして肘がぐっと曲がってきたり、こう指もぐっと曲がってきて、体を使わないとドアノブ掴むことができずにドアの開け閉めもできない、このような動きにくさが確認しましたね。この動きにくさの原因ですが、実は体の感覚がうまく感じ取れていないことが原因だと考えられています。実際にこのことはですね、脳科学の研究でも証明されています。なのでこれからまずですね、動きにくい方のドアノブです、ドアを開け閉めする時の、感覚の感じ方、
感覚の感じ方を確認していきます。そしてこの感覚についてもまず動きにくい方から実際に感じてみてください。はい、では肩の高さまで手を上げてドアノブを掴んでドアを開け閉めする動き、この時のこちら動きにくい方の感じ方どうでしょう。ドアノブを掴もうとしてこう手に意識がぐっと向いてしまっていたり、あとやっぱりこう動かそうとした時ですね、ドアを開け閉め しようとした時にこの動きにくい方の感じ方が薄くなったり、なんかうまく感じることができない、なんか動いてるのはですね分かるんだけどどんな感じですね、どこが動いてるかどこが、感じているかというのがうまく分からない、このように感じていませんか。どうでしょうか皆さん、まず感じ方を確認してみてください。はい、では次にこちらいい方の感じ方はどうでしょう。ではまず肩の高さまで手を上げてドアノブを掴んでいきます。そしてドアを開け閉めしていきます。この時ですね、まず肩の高さまでこう手を上げた時の肩ですね、肩がスーッと開いていくですね、よくよく感じてみたら肩がスーッと開いていって、肘のこの裏側です、肘の裏側がぎゅーっと伸びている状態、肩がスーッと開いて肘がぎゅーっと伸びている状態、そしてこの手首のですね前の方の皮膚もぎゅーっと伸びて、しっかり手のひらが上の部に触れれるように、そして開け閉めする時もこう指にこうグッと力が入っていなくて、しっかりこうふわーっとドアノブを掴んでいて、そしてこの肩の開きとですね、肘のギュッと伸びる感じは保ったまま開けたり閉めたりすることができていますね。これもですね、よくよく感じてみたら肩、肘、手首の感じ方感じることができますね。皆さんどうでしょうか。このように感じ方についてもいい方と動きにくい方を比べてみると違いが分かりましたね。ではここからが楽な動きを見つける運動の時間です。先ほど確認したいい方の正しい感じ方を参考にしながら、動きにくい方で同じようにこう感覚を感じることができるかというのが運動になります。この運動で大事なのは一生懸命動かすのではなく、感覚を正しくしっかり感じること、そして意識することが大切になります。はい、では先ほどいい方の感じ方をもう一度確認してみますね。肩の高さぐらいまでお手を上げた時のまず肩がスーッと開いていく感じ、そして肘もぎゅーっと伸びている、肘の裏がぎゅーっと伸びている感じですね、を保ったまま、あと手首ですね、手首の前の方の皮膚がこうぎゅーっと伸びている感じを保ったままドアノブに触れていきます。そしてこの触れる時もぎゅっと力を入れるのではなく、うわーっとうわーっと優しくですね、感じながら肩の開きと肘がぎゅーっと伸びてる感じ、そして手首の感じをですね保ったままドアの開け閉めしていましたね。この感覚を参考にしながら、動きにくい方でも同じようにできるかやってみましょう。ではまず肩の高さまで手を伸ばすとき、開けるときですね、肩前の方にスーッと開いていって、肘も裏側がギューッと伸びていく、そして手首も前の方の皮膚がギューッと伸びたまま保ったままドアノブに触れていきます。そして肩、肘、手首の感じを保ったまま、そして手のひらのふわっとドアノブを掴む感じですね、ふわっと掴む感じを保ったままドアを開けたり閉めたりしていきます。どうでしょうか。最初に先ほど感じていた、なんか動かすときにこちら動かしにくい方の感じ方が薄くなったり、わからなくなったり、ちょっと意識がしにくくなったりする部分がですねあった感じ方が
少しでもこちらいい方の正しい感じ方に近づいたり意識することができていたら大成功になります。はい、では最後にこの運動の成果が出ているか確認するために、運動前に確認した動きにくさがどのように変化しているかを確認していきます。はい、では運動前に確認したこちら動きにくい方の動かしにくさですが、ドアノブを握ろうとした時、掴もうとした時に肩や手首にかけてのこわばり突っ張りが強くなって、脇が開いたり肘がぐっと曲がってきて、体を使わないとドアの開け閉めがすることができない、このような動きにくさが先ほどの運動をしてからですね、少しでも肩や手首のこわばりが少なくなったり、肘がぐっと曲がってくる感じが少なくなって、軽く楽にドアの開け閉めができていたら大成功になります。はい、ではここからは、今日行った運動をしっかり身につけてもらうために3回繰り返し運動を行っていきます。でこの時ですね、運動する際にですね、必ずこちらいい方から正しい感じ方をまずしっかり感じてもらって、そして動きにくい方で同じように正しい感じ方のように感じ取れるか意識できるか、というのを3回繰り返し行っていきます。でですね、実際にこうドアを開け閉めする際ですね、肩を、肩の高さまで手を上げてドアの開け閉めをする動きの中で実践、練習をしていってくださいね。では1回目、まずはいい方です。ドアノブをつかむとき、まず肩スーッと前の方に開いていって、そして肘の裏側ギュッと伸びる感じ、そして手首、前の皮膚ですね、ギュッと前の皮膚がギュッと伸びるような意識を保ちながら、感覚を保ちながらドアノブにふわっと触れていきます。ギュッとではなくてふわっと優しく触れていってくださいね。そして肩、肘、手首の感覚を保ったまま、意識したままドアノブ開け閉めできていますね。はい、この感覚を参考にしながら次1回目、動きにくい方です。ではまず肩が前の方にスーッと伸び、肘の裏側がギュッと伸び、手首が前の方の皮膚もギュッと伸びている状態を保ったままふわっと触れていきます。そしてこの感覚を保ちながらドアの開け閉めしていきます。この時肩や手首のこわばりありませんか？エジがぐーっとなる感じ少なくなってますか？しっかり意識しながら、行ってみてください。では2回目です。いい方からいきますね。肩を前の方にスーッと開いていって、肘の裏側ギュッと伸び、手首の前の方の皮膚もギュッと伸ばしたまま、感じたままドアノブふわっと触っていきます。そしてこの感覚を意識したまま開け閉めをしていきます。はい、では2回目、動きにくい方です。肩スーッと前に伸ばして、肘をギュッと伸ばして、手首の前の方の皮膚もギュッと伸ばしたままドアノブをふわっと触れていきます。そして肩、肘のギュー、手首感じたままドアノブの開け閉めをしていきます。はい、では3回目です。いい方からいきますね。肩を前にスーッと、肘をギュッと、手首の前の方もギュッと感じたままふわっと触れていきます。そしてしっかり感じたままですね、保ったまま開け閉めをしていきます。はい、では最後、動きにくい方です。はい、ではまず肩をスーッと開いていって、肘、裏側をギュッと伸ばして、手首の前の方の皮膚もギュッと伸ばしたままふわーっと触れていきます。そして肩、肘の裏側のギュッと伸びる感じ、そして手首の感じを保ったまま
ドアの開け閉めをしていきます。この時にこうですね、肘のギュッとする感覚だったりとか、お手首の感じが薄くなると肘が曲がってきたり、ギュッと握り込んでしまってドアの開け閉めがスムーズにできないことがですねありますので、確認しながら、しっかり意識しながら行っていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。今回の運動はいかがだったでしょうか。焦る気持ちもですねありますが、ゆっくりと確認しながら変化を感じる方が近道でもありますので、一歩ずつ進めていきましょう。